ユニバーサルシティ駅は大阪府大阪市この花区島屋6丁目にある西日本旅客鉄道桜島線の駅である。駅番号は JRP16。ユニバーサルスタジオジャパンの最寄り駅として建設され、USJ の開園に先立って開業した。建設時の仮駅名はこの花臨海駅であった。ゴールデンウィークや夏休みなどの脱却期には、 当駅を四重儀とする特急、ユニバーサルエクスプレスが運転されていたが、2010年以降は運転されていない。第2回近畿の駅百選に選定されている。駅は小舟をデザインコンセプトにしており、駅舎の外観も小舟をイメージしている。また、駅係員は男女とも、当駅専用の制服を着用している。ホーム改札口相対式ホーム2面2線を持つ。 地上駅。京上駅舎を有しており、建築家の安藤忠夫の設計により小船をイメージした流線形の白い膜構造の屋根が特徴である。二面二線という単純な構造であるが、相単線運転に対応するため、出発信号機がある。改札口は一箇所。日本語と英語の放送が流れる。 株式会社 JR 西日本交通サービスによる業務委託駅かつアーバンネットワークエリアに入っており、愛国家が利用可能。また、東駅発着の長距離乗車券に際する JR の特定特市内制度における大阪市内に属する駅である。2019年度の1日平均乗車人員は29,996人であり、JR 西日本の駅では、 福島駅に次いで第28位 JR1JR JR 西日本発足後に開業した新駅では JR 東西線の北新地駅に次いで2番目に利用客数が多い開業後の1日平均乗車人員は以下の通りである駅周辺2005年頃から駅前駅周辺に分譲マンションが建ち始めておりホテルの寝室も増えつつあるホテル駅に隣接する ホテル京阪ユニバーサルタワー前から京阪バスの京都方面への急行バスが発着し、駅付近の道路沿いには大阪シティバス、桜島二丁目東停留所や北港観光バス、JR ユニバーサルシティ駅前停留所などの路線バスの停留所がある。西日本旅客鉄道、JR 夢崎線味川口駅、ユニバーサルシティ駅桜島駅出店。 編集データで見る JR 西日本大阪府、統計年間、ありがとうございます。